J'adore. ひっくり返すっていうのは、あ、本当とは反対の向きにミツバチが巣を作ってたのは、要するにこっちがその落下防止棒が下側に入ってるから、落下防止棒の方を先に切った方が、後に切った方が落としやすい。ちゃんと切り開いといて、はい、で繰り返して、あ、落とすんか。こうしておぞおぞする。落ちへんね。あ、そう、逆にやるとだいぶ落ちにくいんか。そう、ここは綺麗。自分に、自分に、あ、そう、落ちへんか。落ちへん。逆に切ったら、こっちを先に、ここをちゃんと切っといたら、で、わからんけど、落ちへんの、これに引っかかって。下を先に切っといて、後でここを切る。これ、まあ、いっぱい蜜が入っとらんだね。これ、なんで取ったん、蜂蜜。これだから、巣板を。日本の巣板を取るために取ったんだね。だけど、だからこれを家にするのはあんまり用ないかもしれない。巣蜜取るとこ一旦どうするの？ああ、そうやな。何も連絡ないわ。取ろうか。でも、どんくらいの大きさ？あ、天地用やから。どのくらい取りたいんや？ 10×10 もあったら十分なんじゃない？まあ、でもか、傷ついとる。それは、ここら辺、ああ、私は傷ついとるけど、こういうことやな。お皿持ってくるわ。来て持っといて。取れちゃった。これで酢蜜の作り方っていう動画ができました。簡単やな。この袋の中に、はい、入れる。一人でできる。できるで。じゃあ、取っとくわ。こんなんあんまり、一人でやらせられたんじゃない、誰が知るんや。いつも一人で、一人で、もうお母さんも飽きて慣れっこになったら、お母さんは別に最初からない。食べる専門、食べる時だけ協力してくれて、そんなのはなかなか、ネットを払うのも悲しい。まあいいわ。食わないと思うやろな。おお、すんじゃん。このおだっぱかいみたいになりそう。あの西洋ミツバチのやつもな。粘心ぶり。くる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 って回すやろ。これ室内でやりますが、今日は屋外でデモですね。屋外でやります。
説明するか。容器についとったやつを取りに最初が来とったな。これがいいな、この出てくるんだ。うん。出てきたの可愛いお姉ちゃんに指でこう取って飲んでもらうと、うん、美味しそうに見える。どう？うん、いっぱい出てくるな。他にを すごい出てくる。高いところ行っちゃったらね、そういうのが、そうですね、粘土が下がって、ああ、そうか、ちょうどいい、うん。